山形愛の武将隊。
県より参った山形愛の武将隊で、なれば早速本日出陣の者、威勢よ名乗りを上げたまいろ。おお、長谷堂城主志村一の神秋安にござる。上杉の郷の殿水原久津之助鹿乗りにござる。上杉家筆頭家老の責務を預かる直江山城の神金継ぐにござりまする。なれば我らこたび3名この場を大いに盛り上げてまいろう。おお、さて来場の客人方々、わしは今言いたいことは一つだけ、いや一つ二つ三つ四つくらいある。おお、まずは我ら山形愛の武将隊、この岡崎市初出陣でござる。はじめまして。はじめましてじゃ、名前だけでも覚えて帰ってください。山形愛の武将隊でござる。よろしくお願いします。お初めて故にのみんな受け入れしてくれるから、こんな地域だなといささか心配しておったから。なんじゃこんなに暖かい地域じゃないか。わしはあの400年前菅原様にのそうじゃ受けさせていたことがあったが、いささか後悔するくらいいいとこだなと感じました。そして今朝のなんかほっとするなと思ったんだな。おう、なんていうかわかる。あれじゃろ、これがさよ雪降るのな。ちょっと山形を思い出して嬉しくなってしまうけど、お主嬉しくなった。嬉しくなった。わしはがっかりした。なぜ岡崎まで見て雪を見ないといけないのか。ただ、うん、雪が綺麗じゃった。雪化粧中だな。すっすらと白くて赤いもみじも残っておるんだ。苔の緑もあってのう、さようです。あさぞ美しかろうと思っておった。わしらのところはのう、すごいぞ。朝起きるじゃろ、パチッ白。真っ白モノトーンなんじゃ。だから今彩りのあるものがあるのが珍しいんだよ。珍しい。わかるか、ここにいるちびっ子たちよ、山形県の雪化粧一瞬で終わるんじゃ。朝起きたら今言ったようにパチッ真っ白。真っ白で、じゃあな、わし今日の朝6時にの国土交通省の、まあ要は雪の降雪量を見たんじゃな。わしらのふるさと東北の山形肘折、そして阿寺沢といったところは今2m97cm 積もったの。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。わからんけどな、人の武将隊でわしらにかなうとかもうないの。ないですな、3m って言ったらもうこのぐらいは積もってますな。あれが6時じゃから今頃 3m 超えてもじゃろ。なんだ、わしらのふるさとの雪国自慢したらこれお天道さんピカーッと晴れたわ。どうじゃろ、わしら雪連れてきて晴れも呼んどるからな。あいつにはそういうことができないんだよ。いやほんとこの岡崎いいとこじゃん。いやさようですが、本当に良いところで、いやでもまずはやはり徳川家康公お誕生日おめでとうございます。ねそしてこの記念すべき日にこの全国武将サミット2022にお呼びいただきまして、誠に強越至極に存じ立てまつりまする。終わった。もういい、もう一個よろしいですか。まあ、もう一個いい。おお、そしてみなみな佐藤の帽子かぶった方々もそうでない方々もメリークリスマス。おい、お主メリークリスマス、ジャガジャガジャンって終わったぞ。トークの時間で、なんか PR ちょっと挟め。ああ、失礼いたしました。せっかくじゃから雪国の PR してまいようか。今この冬の時期、12月1日から来年2023年の3月31日まで山形県の沖玉地域、つまり上杉領でござるが、沖玉地域と上の山市、そこは最上領でござるが、9つの市場で、キャンペーンが開催されておる。山形県の冬のキャンペーンを楽しむ、冬の季節を楽しむ山形冬のあったかいのキャンペーンというものが開催中でございまする。はい、時間もない上に簡単に紹介すると冬を楽しもうということだ。で、そのキャンペーン期間中にぜひ来ていただきたいお祭りがござる旦那。はい、11日2月の12日土曜日日曜日、上杉雪灯籠祭り今年は開催だ。時間がないから一つだけ言おう、来い。さあ旦那、いやと必ず山形県米沢の地で再会いたすべく、物を一つにしてまいろう。そうじゃな、うん、なればこれより勝ち時とまいる。皆準備はよいか。おお、我らの勝ち時は旦那がえいえいと言ったら皆でおおじゃ。よいか。拍手でございます。ありがとうございます。
なれば力強く参ろう。心の声で参るんじゃよ。なれば参る。おのおの方立ちを召されおお。さあ会場の皆々拳を召され。さあ力強く参りましょう。誕生日を祝おうと参ろう。我らに続け。えいえい。おおおお。えいえい。おおおお。Thank you.